こんにちは。今回は当チャンネルでも非常に定評の高いこちらのレッドマップの商品のご紹介です。こちらはハイエンドモデルの S10 となりまして、現在 Amazon で購入をいただけますと1万円引きのクーポンが適用になっておりますので、ぜひこちらの製品チェックしていただきまして、購入の検討になれば幸いです。今回のご紹介はこちら実際使ってみないとやはりわからない。また、購入の動機づけにならないというところもあると思いますので、私がこちらをいち早く使ってみて、作動検証をご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧になってみてください。今回も新型の VOOXY を使いまして、10.5 インチのディスプレイオーディオでご紹介をしていきたいと思います。また、アルファードでも実はこのレッドマップの S10 というのを一度つなげてご紹介をさせていただいてるんですけれども、これ非常に安定しておりまして、どんな車でも使えるということも、このレッドマップの製品の注目ポイントとなっております。で、今もうすでにこちらカープレイということになっておるんですけれども、まず最初からご紹介をしていきたいと思います。で、この車というところを押していただきますと、Android 画面が出ています。これ今 Android 12というものを搭載しているんですけれども、このような形で、こちら、一括でこのアプリが見れる。私これすごい好きなんですけれど、一括でアプリが見れるということで、非常にわかりやすくて選びやすいホーム画面となっているのが、まず特徴となっております。で、ここで重要なのは何かと言いますと、サクッと繋がってくれるか、自分の思い通りに繋がってくれるかっていうところがものすごく重要なところになると思いますので、作動検証をしていきたいと思います。一度エンジンの方を切ります。はい、それでは再度エンジンをかけていきたいと思います。こういったところも実際購入してみないとわからないということがありますので、やはり動画を見てみないとね、なかなか買えないということもあると思いますので、参考にしていただければと思います。録画3カメラスタート。はい、このようにもうすでに Android 12が開くようになりまして、ホーム画面が、はい、このように開きました。で、かつこちらなんですけども、Wi-Fi。で、毎度おなじみなんですが、こちらカーマルチメディアということで、トヨタの車内 Wi-Fi を今回も使っております。で、Bluetooth も当然すぐ繋がっちゃうということなんで、もうすぐにネットが使える環境が整っているということになります。ちなみに、まあ、音楽ちょっと著作権の影響でかけれないので、YouTube、私のチャンネルで大変恐縮なんですけれども、こちらの方を今開きます。はい、そうしますともう非常にサクサクと、もう今までの AI ボックスとは全くこう比にならないような具合で、しっかりと繋がってくれる。もう全く家で見ている時と全く変わらないようなネット環境で、動画を見ることが移動中でもできてしまうということで、非常に優れたガジェットの一つとなっているということが皆様にご紹介できるかと思います。で、こちらフローティングボタンというのがついておりまして、もうこちらの方も特に何も考えることなく、そのままスッと操作ができてしまうということで、こういったところもこのレッドマップルの全製品言えることなんですけれども、非常に使いやすくなっていると、いうことになっております。視聴者様からですね、実はコメントをいただいておりまして、テザリングで繋げられないかっていうことを言われていたので、そちらちょっとご紹介をしていきたいと思います。で、今こちら携帯があります。で、携帯なんですけど、まず、ここにインターネット共有という画面があるんですけど、この画面をまず開く必要っていうのがございます。で、何度やっても繋がらないということをおっしゃっていたので、おそらくこのインターネット共有というところをずっと開いていなかったんじゃないかなと思うんですが、ここを開かないとテザリングができません。で、再度戻りますけれども、ここで、セッティング画面をします。そして Wi-Fi というところがありますので、ここを押します。で、さらに、拡大していきます。そうしますと、ここに iPhone 13 Pro というのがあるんですけど、ちゃんとここ Wi-Fi が飛ぶようになっています。ここを接続してあげれば、もうすでにテザリングが完了。ここに今テザリング完了の緑色の数字が出てますけれども、それによってテザリングで接続して完了ということなので、特に難しいところはなくて、テザリングのまず画面です。そこをつなげるときに、このインターネット共有画面というのを開いとかないといけないということがあります。これ都度やらなきゃいけないので、そこがちょっとめんどくさいよねっていうところで、エンジンをオンオフしていったときに、降りていなくて、携帯がそのままセットしてあればいいんですけれども、また携帯をこう閉じてしまって、この画面を閉じちゃうとなっちゃうと、テザリング画面が繋がらないということがありますので、そういった時に、やはり車内 Wi-Fi というのがすごく使いやすいということで、もう一度車内 Wi-Fi についてもお話をしておくと、最近の車ですと、ほとんどの新車においては、メーカーから Wi-Fi が出ております。月額ということなんで、1100円ということで非常に安い価格です。これほとんどもう正直言いまして無料にしてくれとかって思うんですけれど、車を買ってる人の特典ということで、この価格になってるということになっております。ただ実際には私のチャンネルでもカージャージ Wi-Fi ご紹介させていただいてるんですけれども、これに近い価格、1300円とか1400円ぐらいの価格帯でも出てますので、これは無制限なんですけど、無制限で1100円ってもう、どこのキャリアでも出てないので、もちろんこれはもう新車を買った人だけのための特典価格と言ってもいいわけなんですが、ただ、無制限ではなくて自分が使う分だけでいいよという方にとっては、1300円というプランももちろんあったりもするので、そちらの方もぜひ検討していただければと思います。で、これもしっかりとテザリングにおいても、すぐに繋がるようになっていると。今テザリングでこれ今繋げている状態なんですけれども、テザリングで普通にこう見る。テザリングでインターネット閲覧するということも普通にできてしまうということになります。もう、Google の宣伝画面がやたらと多いわけなんですけども、それぐらい多くの方に見ていただいているということなんだろうと思うので、そこは良しとしなければならないところかもしれないんですけれども、このように、動画の視聴もするということも可能となっております。一つ目の重要な作動検証になります。もう一つあります。ホーム画面に戻ります。で、これは、ワイヤレスカープレイ、それから、Android Auto が搭載されておりますので、カープレイを使いたいという方にとっても、もちろん使うことができます。その場合は、こちらのスピードウェイというアプリがあって、これを接続することによって、カープレイに即座につなげることが可能です。はい。このような形でもうすぐにカープレイにもつながるというのを今お分かりいただけたかと思うんですけれども、これもメーカーによってまちまちでして、カープレイ、それから Android Auto、それから今言いました Android 12搭載 OS、インターネットが使える環境ですね。それにおいての切り替えをするということも、もうその感度がそれぞれ、電波の感度がそれぞれもうメーカーによって千差万別です、正直言って。だから、最終的には繋がるんですけど、こういった実用性の高い使い方によって、切り替えができるだけの感度があるかどうかっていうところも、やっぱりこれ使ってみないとやっぱりわかんないということがあります、正直言って。Amazon とかで購入する際に、安いのかって本当にいいのかねと。高いやつ買った時に、本当にこれ、機能が満足できるものなのかどうかってすごく悩むところだと思うんですけど、このレッドマップル正直値段そこそこするものなんですけれども、でもしっかりとこのように機能してくれる、切り替えも非常に早い。で、先ほどの立ち上げた時の Android 12、それから自動的に Wi-Fi が繋がってくれてネットが見れるということにおいて、とにかくこの使い勝手においてはもう全く過不足のない性能を兼ね備えていると。なので価格もそれなりにするということが皆様にお伝えできるかと思います。はい、このような形でもう普通にカープレイつなげることが可能になっているということになっております。はい、こんな感じです。マップももちろん使えるようになっているということです。で、やっぱり音声認識ですよね。その辺うまく使えるかどうかっていうところが、このカープレイにとってはすごく重要なところにはなってきますので、音声認識ちょっと使ってみようかなと思うんですけれども、そうですね、例えば、Hey Siri、駅に行きたいんだけど。見つかった中の一つは、狭山市の駅西口市民広場です。東に 0.5 キロ弱のところにあります。こちら。はい、このような形で、音声検索が非常に優れているというところがやはりカープレイの特徴でありまして、こういった車のガジェット系となりますと、もちろん手動でやるのは、運転の妨げになる、安全運転義務違反にもなり得る行動になるわけなので、できる限り音声で検索をするというのがこのカープレイの特徴であったりします。例えばこういった買い物もそうなんですけど、買い物したいところなんかもこうやって出ますし、一発押せば出ますし、もちろん、Hey Siri、買い物に行きたいんだけど。それは無理です。あれこういったこともあったりするかもしれないんですが、もう一度やってみたいと思います。Hey Siri、買い物に行きたい。残念ながらそれはできません。なんか買い物には活かしてくれないようなので、ちょっと他の他の検索をしてみたいと思うんですけれども、Hey Siri、何か食べに行きたい。選択肢の一つは、文京区の湯島3丁目にあるかに食べ放題ごっつ大野広工事店です。はい、このような感じでですね、それなりに、さっき、買い物に行きたいって言った時に検索、それは無理ですって断られちゃったんですけれども、このような形で検索をして、音声で検索をして、目的地に案内してくれるというのが、このカープレイのいいところであったりします。また、このミュージックなんかも、実際にこの携帯で聴いている、普段携帯で聴いているミュージックを聴いたりすることも可能だと、いうことなわけなので、どんな車に乗ってもカープレイがついているのであれば、カープレイにつなげて、今まで自分が普段聴いている曲を聴いたりするということも可能なので、自分のオーディオとしてどんな車でも使えるというところがこのカープレイの魅力だったりするかと思います。あともう一つ有効的な使用例なんですけれど、最近ドライブレコーダーの機能もすごく良くなっておりまして、例えば、この Bio5 っていうドライブレコーダーがすごくおすすめできるドライブレコーダーの一つなんですけれども、これ今ドライブレコーダーのアプリにつないだんですが、このように、これ3カメドライブレコーダーなんですけれども、このように1、2、3と3つの画面が見ることがここでもできますし、またここで一回止めます。で、このように、ここでファイルチェックをしたりするということもできます。こういう感じですね。で、こんな感じで、昨日ちょっとすき家行ってきたんですけども、こんな感じで駐車監視だったりとか、こういった使い方ができるということで、もう最近、この連携機能っていうのが非常に優れてきていて、なんか一つ一つの機能を使うというよりも、むしろ、いろんな機能をもうこの画面に集約して使っていくということで、非常にスマートな機能に向かっているというのがあると思います。そういった意味においては、こういったドライブレコーダー、後付けなんかでもそうなんですけれども、こういった感じで、セッティング等もきめ細かに、最近のドライブレコーダー非常にセッティングもきめ細かになっているんですけれど、こういうのがディスプレイオーディオ上でできるようになるっていうのはすごくいいことだと思います。そういったものにも、この AI ボックスっていうのは一躍役に立つ存在であると、いうことで、非常に録画3カメラスタート導入することによるメリットというものがあるものになっていると。いうことも皆様にお伝えできるところかと思います。で、また、もちろんなんですけれども、もう一度、筐体を見ていただこうと思うんですが、こちらのレッドマップルなんですけど、見ていただくと、このように、ここに SIM も入れられるようになっていて、で、ここ自体は SD カードが入るようにもなっています。もう最近ですとおそらく SIM を使うことっていうのもほとんどないんじゃないかなと思います。カーチャージ Wi-Fi の方がむしろコストパフォーマンスとしては高いので、そちらを使う人も多いですし、先ほどご紹介した通りでテザリングを使う人ももちろん多いと思います。で、SD カードは、まあ、先ほどのドライブレコーダー、今までは SD カードを抜き差ししていたんですけれども、もうアプリ上でもすぐに見れちゃうというのがありますので、で回線自体も今 2.4G とか 5G とか非常に速い高速回線になってますので、まあ、そういった意味からも、もうこの辺も特にもう必要なくなってきているのかなという気がしますが、こういったものもついています。で、あとこちらなんですが、これ意外とついてないんですけれども、USB ポートがついております。で、この USB ポート自体はメモリスティックなんかを用意していただく必要があると思うんですけれども、まあそういった時に差し込みをすぐに行いたいと、まあいう方にとってはすごく使いやすいポートにはなるかと思います。で、最後に次ご紹介するんですけれども、こちら HDMI ポートがついておりますので、また別の画面でも使用することが可能ということになっております。次に鉱石の方の作動デモということでご紹介をしていこうと思います。まずはフリップダウンモニターを開きます。で、今パッと繋がったんですが、場合によっては繋がらない場合もあるんですけれども、このトヨタ系のディスプレイオーディオの場合ですと、こういったモニターがあって、このモードで切り替えができるようになっています。で、こう切り替えると、テレビに切り替わったり、で CD とか ROM が入ってる場合ですと ROM に切り替わったりとかするんですが、私のやつは入ってない、今は入ってないので、モード切り替えによって HDMI に切り替えるということができるので、そちらの操作をする必要があるのと、AI ボックス上でも HDMI のオンオフスイッチとか HDMI サウンドスイッチのオンオフとかついてますので、まあ、そちらの方もお好みに応じてオンオフ接続する必要というのがあります。で、後ろに関してなんですけれども、操作はこういったエアマウスみたいなものがないと操作ができないので、まあこちらは別途購入する必要というのがあります。で、そちらの方で試していきたいと思うんですけれども、YouTube 見てみたいと思います。で、こういったエアマウスがあれば、YouTube の後ろからのこの操作というのが可能になりますので、YouTube を見るということもできると。そうしますと、このような形で、ホーム画面に出まして、まあ、こういった感じで操作するということもできます。まあもちろんこれ、指で、タッチパネルでやった方が全然楽なんですけれども、まあ後ろに関しては、今のところ、まあ、このマウスを使って操作するしか、ちょっと今のところはまだ手立てがないということですね。で、まあ、このような形で見ることが可能で、まあ、動画を展開するということが可能になると、まあ、いうことになります。で、先ほど冒頭でご紹介した HDMI の接続っていうのは、ここになりまして、この HDMI スイッチと、それから HDMI サウンドスイッチっていうのがありますので、まあ、ここのところをオンにしておく必要っていうのがあります。また、リアに関しては、音声を切りたいという場合は、サウンドスイッチをオフにしていただく。まあ、それによって、前と後ろでの音声遅延というのがなくなりますので、音声遅延をさせたくないという場合は、この HDMI のサウンドスイッチを切ってお使いいただく方がよろしいかと思います。はい。ってことで、今回は、こちらのレッドマップルからリリースされております S10 AI ボックスのご紹介をさせていただきました。まあ、こちらの S10 の AI ボックス、なんと言いましても、カープレイがしっかりつながって、Android 12もすぐに使える。最近ですとドライブレコーダーでのアプリ、携帯に本来入れるもののアプリなんですけれども、まあ、そういったものもこの AI ボックスにインストールして使うこともできますし、また HDMI の出力機能がついておりますので、別のディスプレイで動画の閲覧であるとか、テキストファイルを見たりすると、まあ、いうことができる、まあ、スマートな AI ボックスということで、当たり前の機能ではあるんですけれども、なかなかこのぐらいの価格帯のモデルでないと、その当たり前の機能というものが実現できていない AI ボックスというものも、まだまだたくさんあると、まあ、いうことで、まあ、このレッドマップルの S10 という AI ボックスは、非常に安定した作動を約束してくれる AI ボックスということで、皆様にお勧めできるガジェットの一つになるということで、今回ご紹介をさせていただきました。で、また最後なんですが、レッドマップルと言いますと、以前紹介したこちらが X10 というスマホホルダー。で、今回また新しい X11 というスマホホルダーがありまして、Apple の iPhone ユーザーにとっては非常にしっくりとくるスマホホルダー。かつ、最近の車ですと、こういったエアコンの送風口が非常に小さくできていたりとか、あとはこのような形でルーバーが縦に流れていたりとか、取り付けるのが結構制約があるというのが現状としてあります。ですが、このスマホホルダーっていうのは今現状、純正で採用がされていないということがあるので、必ず必要なガジェットであるということが言えるかと思います。こういったノアボクシーのような小さいルーバーにもしっかりとスマートに付けられるスマホホルダーとなっておりますので、ぜひ、こちらの方も改めてご紹介させていただくんですが、X10 に関してはすでにご紹介させていただいておりますので、ぜひこちらの方もご覧になっていただければと思います。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。